身長美容。さて本日は1円でも安く成長ホルモン治療を受けたい方へっていうふうについてお話しさせてください。まずはね、成長ホルモン治療ね、皆さんもご存知だと思うんだけど非常に高額です。一昨年ぐらいまでいわゆる海外製の成長ホルモンがあったりとかしたんだけど、円高の影響とかで海外産成長ホルモンもなくなったりとかしてて、すごくずっと高い状況が続いてて、今後もおそらく値段が上がっていくフェーズなのかなという印象です。その中で1円でも安く受けたいっていう人は多くいらっしゃるんだと思います。結論から言うと1円でも安く受けたいっていう感情もすごく大事なんだけど、大事なやっぱ治療効果との差というか、何センチ上乗せできるかに対していくらかかるかっていうふうな、結果とそのお金の費用対ところの部分をよく認識していただくといいかなというふうに思います。というのもなんだけど、私が今まで見てる中で他のクリニックとかであまりそういう風な経験の少ない先生のところで量を少なくしてやっちゃってる先生が結構いるんですよね。量を少なくすると見かけ上の金額安くなります。例えば極端なんだけど、例えば年間10万円で治療しろというふうに言われれば、私だって10万円で治療できなくはないです。簡単に言うと薄めちゃえばいいって言ったら表現は悪いかもしれないけど、ちょっとしか打たなければいいわけだよね。だけどそれって効果がないんだよ、はっきり言ってんで、効果がある量と効果がない量っていうのがあるから、やっぱそういったところとか、あと打ち方とか、あとそれに伴って一緒に栄養を補充してあげたりだとか、春季を改善したりだとか、いわゆるその面積を最大化していくっていう概念ね。そういった概念がないで変な話だけ闇雲に投与したって意味ないわけですよね。だからそう考えると、安かろう悪かろうじゃないけども、やっぱりどの薬剤をどのタイミングでどれくらい量を使うべきかっていうところ、しっかりそこを把握されてないと、単純に金額が安いだけで選ぶっていうのは私たちかなり良くないと思います、正直言うと。あとは例えば成長ホルモン治療だけでなくて、春季コントロールするお薬ですね。ああいったのも、変な話なんだけど、使い方がどう考えてもおかしいパターンってあります、正直言って。なのでそういったのも含めてですけど、やっぱり知見のある経験のある先生のところでやらないと、いくら安くても効果がなければ皆さんにとって意味ないと思うので、そこだけ十分ご注意いただくといいかなと思いますので、単純な費用も大事かもしれないですけど、しっかりと効果がどういうふうにして得られるのかとか、経験数とか安全性の確保とか、そういうとこ総合的に考えて、いわゆる価値をね、価格じゃなくて価値を考えていくってところが私重要かなと思います。それではまた。